はい、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、コンピングですね。皆さん、コンピングでこう合間を埋めるときに、要は、例えば、ダーダ。これ3連たくさん埋めなきゃいけないと思ってしまいがちですが、ジャズの面白いとこっていうのは、このシンコペーションをうまく使うんですね。シンコペーションっていうのは、こうやって裏拍にアクセントが置いて、次の拍にこうアクセントが合っちゃうと、ワン、ツー、スリー、フォー。そうすると、もうここに流れちゃうんだけど、ワン、ツー、こう、ウッタン、ドン。ウッタン、ドン。こう矢印が見える。こういう裏拍っていうのは不安定なので、より強い強拍に流れていくっていう、こう性質があるんですね。だから、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ここに、着地した感じがするでしょ。この感じね。だけど、例えばこれは、あくまでも近い強拍がここなだけであって、例えばこの音量を大きくすれば、ちょっとアコースティックが分かりやすいんで、要は、こう、飛ぶときに、ここら辺に着地したいみたいなイメージで、こう音量を叩く。蹴るって感じですね。飛び箱を飛ぶときにあそこに手をつきたいから、ちょうどそれぐらいの、こう、ジャンプするでしょう。その感覚ですね。なので、ワン、ツー。これだと近いとこだけど、ワン、ツー。これぐらい飛ばすことはできる。どっかでキャッチする。他の楽器の人がキャッチすることもあるし、みたいな感じですね。で、そうすると、みんなこう、だいたいコンピングやると全部裏になるんですね。よくなりがちなのが。表拍は使わない方がいいんですけど、これだとあんまかっこよい感じにならないですよね。なので、ちゃんとこう進行先が分かるようにしたい。で、裏ばっかりって言っても、この2の表も裏になるんですね。これって、ワン、ツー、スリー、フォー。のフレーズね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。こういうことね。4表だと、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。もちろん手前でキャッチすることもできるんだけど、例えばこう3拍目にバスタラを置くと、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。こういうふうに音をつなげていくんですよ。そうすると2発しか今音叩いてないのに、ここが完全に矢印で埋まって聞こえるでしょ。こういうこう音数を少なくコンピングしていくっていうのが結構皆さん苦手ですね。埋めてって言われるとたくさん埋めちゃう。埋めるんじゃなくて、もう埋めるの一発でいいんですよ。フィリーなんか埋めるっていうのはこの一発だけで、ワンツークツッパドンっていうふうに、もうそこだけでもうそこのフレーズが全部埋まるぐらいに、細かく細かく大きく、いろんな形でこうフィリーはめちゃくちゃ埋めるんですね。そういうところがうまいんですよ。なのでこの音化が違う、この8部の裏か、この4部の裏なのか。4部の裏だと、こう、音がこう、ドライバーみたいに遠く飛ぶんですよ。で、こっちはアイアンな感じ。ツッタン、ドン。遠く飛ばないけど、遠く飛ばそうと思ったら本当に距離を大きくしなきゃいけないんだけど、こっちだとツッタン、ドンっていうふうに行くでしょ。ってことは、こういうのを混ぜる。だから、例えば、1小節のコンピング、ここの1小節を埋めないとなと思ったときは、4裏から2の表に着地させると、ワン、ツー、スリー、フォー。こんだけですごい2発だけで丸1小節つながったでしょ。こういう感じにしていくつなげ方っていうのが、すごい絶妙なコンピングなんですね。で、これ2の裏、4の裏、僕これをね、問いかけというふうに呼んでます。飛距離が違うんですよ。こっちはハイハットが横にあるんで、正直2拍目に、2拍目に着地してるとも言えるし、うん。でもどちらにせよあんま問わないんですね。とか、ワン、ツー。結構圧迫感があるんですね。圧迫感があるから、2とか4とかを結構ガツガツ使うと、向こうは結構焦った感じ。だから焦った感じ出させようっていうか、まあ問いかけっていうか、なんで？んで？それで？あれ？っていうふうにこう畳みかけるときなんかすごくいいんですけど、なんかこう、これを連発すると意外と
演奏しにくくなるんですね。だから適材適所って感じなんですけど、2の裏っていうのはやっぱりこう、一応4の表に着地するんですけど、ワンツーターン、ハイハットバスドラ、ワンツーターン、ワンツーターン、ドン、ワンツーターン、ドン、4の裏とかワンツーシーフォー、ワンツーシーフォー、結構飛距離が遠いので、なので、うまく使うとすごい、たった一発だけで、これだけで結構長い線が、で皆さん大体1と3最初に僕教えると、これもう本当単発にこう途切れ途切れになっちゃう。例えば規則性がある、例えば1裏を毎小節使う、やると繋がっていくでしょ。要はランダムにしちゃうと、なんかあんまりこう線が繋がっていかないんだけど、規則性を持たせたりとか、この矢印をうまいこと繋げていくと、そんなに多くないのにちゃんと矢印がずっとつながっていくんで、こうあんまりこう寂しくないコンピングになるんですよ。ところがこう裏裏裏裏っていうのは、そこは埋まるけどそれ以外のところって空白になりませんか。それよりは、みたいな感じにした方が長く続くでしょ。でね、1表と3表っていうのはこれ結構要注意で、1表って進まないんですよ。いきなり杭打たれてる感じしませんか。なんか裏拍じゃないから安定しちゃうんですよ。でこれで話が終わっちゃうんですね。だからこれ、だからコンピングの一番最初に僕が注意するのは、ロック系のドラマって基本8ビートになります。なのでもう1小節2小節ごとにバスドラを1表に入れちゃうんですよ。これすっごいね、進行感なくなっちゃうんです。だからアドリブしててもなんか全部引き止められてる感じになるんで、これはすごく良くないですね。あと3表よくやりがちで、ファンクに聞こえる。だから3表を使いたいんであれば、手前に伏線を張るんですよ。この1裏を使うとすごいジャズっぽくなるでしょ。では着地地点だったらいい、手前から進行してきて3に来るって言ったら、これはフレーズになるんで大丈夫。例えば1表も、例えば2裏があれば、こう不安定なところからボンってきてるから、表だけどまだ進行感がある、いきなり表が来るから困るわけ。だから1表と3表はめちゃくちゃ要注意。だからむしろ使わない方がいい。ところが最初のうちは使わない方がいいんだけど、やっぱり効果的なんで、着地するところにドンってくるとやっぱりこう圧力があるので、上手に使えばもちろんいいんですけど、初心者のうちは 1-3 ってなしにするといいかなって思います。実際にコンピング取って1表とか3表ってほとんど出てこないんで、上手い人っていうのはやっぱり1表3表を避けます。流れないから、歌として流れないからね。だからバーってコンピングを書いてて、僕も添削してるとかあるんですけど、叩きにくいんですよ。皆さんこう1表がもう脈絡のもなく出てくるから、えみたいな感じの音がドンって入ってくるのね。3表とかいきなりボンって入ってくるから、えいきなりファンクみたいになっちゃったみたいな感じになるんですね。なので1表3表っていうのはものすごく使うのは要注意だけど、うまく使うとものすごくいい。そのためには手前に伏線を張る、ね、3表のための手前に伏線を張る、要は1裏から5 3表、これだったら、バスドラに行ったとしても、ワンツー全然おかしくないけど、これがないと、ワンツースリーフォー、物
ものすごくジャズっぽくなくなりましたね。だからその音楽的に適材適所なので、これが音楽的に絶対ダメかったらダメじゃないんだけど、でもこうすごく使いにくいんですね。なのでこうコンピングをするっていうのはすごくこうフレーズを皆さんすごく覚えがちですけど、フレーズよりもうまくつなげていくということ、そしてそのうまくつながったものをちゃんと自分でキャッチできることですね。大体みんなド派手なフィルインばっかりコピーしちゃうんですよ。そうするとなんか埋めてって言ったら、なんかすごくまだダッダッダーダッダッダッダーダッダーダッ、いやこうやって埋めてほしいじゃないんですよ。なんかこうそうじゃなくて一発だけトンって入れてほしい。だからその時にタッタッタータッタッタータ一応表とか三表とか笑っちゃうぐらい止まるでしょ。一応表とか三裏じゃなくて、こううまくシンコペーションする音をうまく配置していって、こう小節ごとにうまくつなげたりしていって、例えばこのこれね、タッタッタータッタッタータ、こういう風にするとなんかすごくうまくつながっていくじゃないですか。で音数もそんな多くなく、だからスペースもうまく使いながら寂しくない、これがすごい大事なんですよ。矢印をみんな考えてないから、そこにただ音があるだけだから困るんです。だから音を叩くときにそこに行きたい感じにして、行きたい感じにしてっていう風にするとうまくいくようになると思います。まあ生ドラムの方がね絶対分かりやすいんで、生ドラムでちょっと説明しようと思って、作ってみました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。